国の名誉のために戦う世界チームトーナメントでは、波乳ユズルは全ての試合を終えた後、自分自身のために戦った。試合後、彼はスケートを行うための公開トレーニングで4、A に11回連続で挑戦しました。観客を驚かせた。記者の記録によると、 ハニュー・ユズルは4月18日に開催されるワールドチームトーナメント後の柄、フラワーウィル・ブルームを終えた後、同じ日に 4A の練習を始めました。他のプレイヤーや観客が見た伝説の 4A を説明するために何を使用しますか完成していませんが、すでにかなり衝撃的です。傍観者の表情はすでにすべてを説明しています。家族全員がショックを受け、 急いで彼らの電話をつかみます。現場の記者は、この衝撃的なシーンを直接目撃できなかった氷のファンにスワイプスクリーン内部放送のクイックレポートを配信しました。期間中、おそらく足首へのこの波外れた挑戦の負担を軽減するために、羽生ゆずるもしばらく氷に行き、スケートを脱いで椅子で防寒して休んだ。 しかし、彼が再び氷の上にいると、彼は再び挑戦し始めました。このシーンは、2019年トリノグランプリファイナルのフリースケーティングの前に、羽生譲るが公開トレーニング中に突然 4A に挑戦したシーンによく知られています。しかし、何が違うのか、2年前のトリノでの 4A への挑戦が、ある種の、 怒りを伴う挑戦だったとしたら、突然現れた数十の余には、今や少しの安定性と安定性をもたらします。進行。もちろん、まだ成功していません。もちろん、私はまだ倒れています。もちろん、私はまだ一生懸命働く必要があります。しかし、従うべき経験も、 把握するルールも参照のために学ぶこともできません。すべては、先駆者である羽生ゆずるがジャンプを探索して試すか、どうかに関わっています。それはどれほど難しいか、私は本当に考えているようです。どうすればこれができますか。しかし、それはまだ近いようです。後に、日本の放送局が公開したビデオでは、 ハニュー・ユズルが現在ヨニエーチャレンジを試みていることが示されましたが、実際には、入場はフットワークが困難な入場方法です。ハニュー・ユズルが言ったように、彼が飛び出したいヨニエーは、彼のフィギュアスケートの基準と彼のフィギュアスケートのスタイルを満たしているヨニエーです。彼の基準は、ISU テクニカルマニュアルの基準をはるかに上回って、 います。それは単に飛び出すだけではなく、完璧な調和、完璧な接続、そして氷からの完璧な滑り出しを必要とする 4A です。兵士は100回の戦闘で金の鎧を着用し、4A に失敗しても戻ってきません。ジャンプジャンプを除いて、羽生譲るはこの公開トレーニングで合計6つの 4A をジャンプしました。 ライブオーディエンスからのリアルタイムのフィードバックフィードバックがありまするビングの声は非常に大きいです。成功しなかったものの、それは未完成の 4A だけであり、すでに人々に比類のない尊敬を抱かせ、熱狂的な拍手を送りました。なぜワールドチームトーナメントのオープントレーニングで突然 4A を練習したのですか ハニューる自身は一時的に反応しなかった。しかし、考えてみてください。それはほんの少しのアイデアにすぎません。この分野に残したいもの、観客に見せたいもの、氷のファン、あるいは彼が昨年と同じように、ほぼ毎日、もっと簡単なものです。トレーニングでは、すでに1、 零零個以上の 4A をジャンプしましたが、この日の公開トレーニングは毎日のトレーニングとして扱われ、ゲームは終了し、4A の新しい旅が再び始まりました。あなたは挑戦がとても難しいと言いました。はい。そうです。でも羽生結弦も言うでしょう。挑戦するのはとても幸せです。それは、 愛から生まれるので、真の王への挑戦です。特記事項、上記のコンテンツ、写真やビデオがある場合はそれを含むは、セルフメディアプラットフォーム、で手汗のユーザーによってアップロードおよび公開されます。このプラットフォームは、情報ストレージサービスのみを提供します。次のオーディオビデオでお会いしましょう。